横浜マリンタワー。横浜マリンタワーは、神奈川県横浜市中区山下町にある、横浜港のシンボルともなっているタワーである。山下公園に隣接しており、かつては灯台としても機能していた。また、全日本タワー協議会に加盟している。2010年4月1日に、恋人の聖地に認定された。開業記念に、田代京子の EP 版、マリンタワーで会いましょう。 愛宗の横浜ボレロが定築から発売された。現在は改修工事のため一時休館している。1959年横浜港、開港100周年記念行事の流れの中から横浜港を象徴するモニュメントを建設しようという計画が起こり1961年に建設された。日本の高い塔はほとんどが四角型で建設されているが、 設計デザインの段階で20種類以上の案が提出され、会場からでも、陸上からでも、どの角度からも同じ姿に見えるというメリットから10、角型のスタイルが選ばれたと言われている。高さ106メートル、1 2二千トン、灯台を意識したデザインとなっており、実際に頭頂部には、灯台としての機能も併せ持っていた。ギネスブックにも最も高い灯台として記録されて、いたが、 実際に近隣を航行する船舶に対し、灯台としての重要度はあまり高くなかった。改装工事の必要もあり、灯台の機能は2008年7月28日未明をもって休止し、9月1日に廃止された。創業時には横浜展望等株式会社の運営で成り物入りで開業し、ピーク時には年間入場者数105万人と多くの観光客を集めた。 しかし、その後集客力が減少していき、2005年には年間27万人にまで減少。そのため、2006年10月13日、運営を引き継いでいた、日川マルマリンタワー株式会社は、入場者減に伴う経営悪化を理由に、隣接する日川マルとマリンタワーの営業を12月25日に終了した。マリンタワーは、横浜市に、 氷川丸は日本優先に譲渡された。2006年末に一旦営業を終了したマリンタワーはマリンタワー再生事業に基づき横浜市が改修し公募された事業者が借り上げる形で外観のリニューアルや屋内の改装などが行われ開港150周年にあたる2009年の5月23日にリニューアルオープン。外観は 紅白からシルバーとブラウンオリーブになった。2011年1月15日には開業50周年を迎えた。その後、2019年3月31日をもって全館を一時休館しており、翌4月1日より2022年3月31日の予定で再度改修工事を行い、同年4月以降の営業再開を予定している。 展望フロアからの夜景展望フロアの床ガラスより2層の展望フロアからは横浜港を一望でき、港未来21地区や横浜ベイブリッジのほか、本木不当などの工場夜景も楽しめる。団体、その他割引についてはマリンタワー公式サイトの展望フロア案内を参照。横浜油田と称して2010年4月から平日10時18時に 食用油の回収を行っている。またエコキャップ推進協会との共同プロジェクトとして、横浜の子どもたちと市民の力を結集し、50トンのエコキャップを集めようと、様々なイベントを通して呼びかけて1年間プロジェクト、開業50周年に50トンの感謝を、2万5000人分のワクチンを送ろうを2011年に行った。プロジェクト終了後も、 エコキャップ回収ボックスは設置されている。イベント等の詳細は横浜マリンタワーイベントサイトを参照。マリンタワーの展望フロアまで普段はエレベーターで上がるが335段ある同フロアまでの階段を上るイベントが冬季を除いて指定日に開催されている。なお、予約等の必要はなく展望フロアの入場料金のみでイベントに参加できるが、 指定日当日の天候等によって予告なしで中止となる場合もある。FM 横浜の番組、横浜ミュージックアワードにより2009年10月にスタートしたマリンタワーで行われる月1回のフリーライブ、MC は作、タワーオブミュージックの出演者、一覧1988年9月30日に閉館し、横浜博覧会開催に合わせて移転。 同年10月20日に横浜マリタイムミュージアムとして、日本丸メモリアルパーク内にオープン。バードピアのあった鳥かご1976年3月25日、開園。放し飼いの鳥たちと触れ合える、放し飼いの世界鳥類園バードピアという施設。そのため、かつてタワー下の円形ビル上部は網に覆われていた。各種インコやクジャク、大ョウ、フラミンゴ、 カンムリズルなどが飼育されていた。2005年11月の閉園に伴い、鳥たちは神戸花鳥園や掛川花鳥園に移された。回収後は4階までとなり、現在はレストランとなっている。1962年1月14日に観光したタワー別館の1階にあった食堂を改装し、1977年10月1日にベルビューと命名、現存せず、 危ない刑事第18話、興奮で、少年家の真山織と鈴江秀夫が訪れた。また、ドラマ秋間編で、第1話で、青木すみれと岩崎勇が待ち合わせをしたシーンで使われた。マリンハウス1985年3月20日、マリンタワー構内に新築されオープン。1階にファーストキッチン、2階には、シーフードレストランのマリンカフェが入居していた。その後、 一階は、ファミリーマート、横浜マリンタワー店に、二階は、アジナ、ノボルアン、マリンタワー店になり、森そばの、マリンタワー森なるメニューがあった。現存せず、マリンカフェは、危ない刑事、説得で、マヤマカオルが人しから計画を聞くシーンで使われている。ゆずの歌、地下街の PV の最後にファーストキッチンが映る。1989年10月25日に、 横浜博覧会の関連イベントとして、マリンタワー内に開設していた、モーションディスプレイ店を一部模様開始オープン。プロデュースは、ガングコレクターの北原照久。2006年12月に閉館。灯台の光の変化。ありがとうございます。